3人でマスバリをしよう。よーイエーイ。トリオスは初じゃない？トリオスは多分初です、ね、やってないです。トリオス3人、3人あトリオペダブルスとかペアルスとかやるけど3人でなかなかやんないでしょ。やったことないかもしれないです。今日マス割りするまで帰れませんよ。やりましょう。ああ第3人だからね。1回で終わったら1回で帰れるってことですか？1回でも帰る、すぐ1回で帰りましょう。名残惜しいけども、はい、そうです、1回で帰りましょう。目標とかありますか？何回以内とか、うん、どうですかね、うん、僕の自分の感じだと、はい、10回ぐらいブレイクしたら1回ぐらいマスワリしたいなと思うんですけど。そうですね。じゃああれにしましょう。誰がミスしたかってあるじゃないですか。やっぱり。あ、まあそうです、ね。で3回ミスするたびに罰ゲームしましょう。3回で3回ミスしたら罰ゲーム。何ですか罰ゲームは？罰ゲームはね、みんな大好き罰ゲームっていうのがあるんで。ああ、あれですね、恐怖の罰ゲームがありますよ、ね、罰ゲームアプリがあるんですよ、本当ですか？本当ですよ。いやだ帰ろうかな。大丈夫ですよ。3回で3回やったら1回またリセットにする。リセット、誰かが3回やったらリセット、はいはいはい、それまでにマス割りができたらいいってことですよね。そうそうそう、だからできるよすぐ、うん、じゃ順番あれかな、若い順でいこうかな。たっくん、けんちゃん、黒川みたいな。たっくんブレイクで。あ、僕ブレイク、うん、いやもう不利じゃん、不利じゃん。そうだから、不利じゃん。黒子が一番有利でしょ。パン順番回ってこないから。スクラッチ以外だったらいいわけでしょ。スクラッチ以外だったら OK です。取り出しが見えてない場合はミスなんですか、それは。取り出しが見えてなかったら、いや、僕はミスじゃないで、取り出しは。ラックこれの多いんだよ。ちょっと、もう一回やろうか。ラックラックか、ラックなのか、いや、わかんないです。なかなか小さいです。仕切り直して。仕切り直し。これ、俺有利だ。取り出し嫌だもんね。嫌ですね。そうですよ。俺、ちょっとタッカー取り出しあります。タッカー取り出しあるね、これ。俺3回になるんでしょ。タッカー俺言うね。あれでも別…あ、そう、俺毎回僕ブレイクじゃないですよね。毎回ブレイクじゃないよ。ブレイクは変わりますよね、うんうん、でもこれイレージしてもいいですよ。イレージしていいですよ。とだから誰がいけなかったのかみんなで協議する。あ、競技になるんですか。競技になる。いや、まあ確かに俺だってイレージでこなして次俺がどうするか問題だよね。あ、ダメだ。これ俺でしょ。いや、これどうなの？これどうなんですか？僕なんですか？もう一回やろう。ちょっともう少し深いブレイクしてくんないかなって。いいですよ。でも俺1でいいですよ。いや、まだまだ。いや、これだから次、あれじゃない、黒子さんがブレイクしたいんだよ。そうするかい？こう回していった方がいいんじゃないかな。バレたかい？あ、僕は俺に3回させるつもりでしたね。この順番だと一生回ってこないと思う。それダメだよ、だから。いや、今のは難しいから、ね。そう、今のは難しいから。優しい、配置できてから優しいんだけど、これも次誰だっけ、次タックです。これ5番あるんじゃない？あ、いけますね。え、あ、1番もあるし、5番もあるし、ちょっと誰がね、これミスか分かんないね、これ。ここなってくるとね、ナインボールってやつはこれはミスですよね。ミスだね。1台。じゃあ1回さ、当てにしようよ、じゃあ。何大丈夫でいいか。マサリしてまで帰れまででいいよね。まあ普通に、そうします、ね。そうしよう、そうしよう。罰ゲームしてると帰れませんよ、多分。いや、もうだから俺ブレイクで5個くらい入れたらいいんでしょ。そうそうそう。いやー、むずいね。むずい。いろんなのがむずい。ちょっと、ミス？ミスのさ、あれが、判断がさ、久しぶりだな、ナインブレイク。難しくない？いや、すげえ、下止まり。やべ、これ絶対ミスで誰次でしょ。黒子さんです。ミスしたら確実にミスアンケー。今のはいいブレイクですか？いや、いいブレイクです。すぐどっか。いや、これはまずいぞ。僕、いいブレイクしましたよ。いや、いいブレイクですよ。これやりましょう。これやりますよ。これ絶対もうできてるの。そうそう、だってもう5回目ぐらいでしょ、まだ。はい、いや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 。
これいけるっしょ。これはいかなきゃダメっすよ。これいけるっしょ。これだけでしょ。これはいける。で、2、5、5いいな。5楽勝。で、6でしょ。6、くんが難しいとこついてる。くん頑張らなきゃいけない回ですね。うまっ！ナイス。いや、ちょっと待ってかも。でも。うまっ！でも全然大丈夫ですよ。うまいね。怖いね。すごいね。これ、止めた方がいいですか？そう。ちょっとだけ前に行っても大丈夫？いや、引いてもらった方がいい。そう。一番無理。無茶言った。やだ。ごめんなさい、ちょっと。これ引いてもらいたいとか言うから。言うからね。ついてね、ちょっとやっぱ。そう言うからね。うまい。今のはごめんなさい。本当にごめんなさい。調子乗りました。俺ですよ。本当ごめんなさい。いやー。すいません、僕のせいです。完全に。さあ、沼ごねてきました。お、いいんじゃないですか。はい、これも来てますよ。いいよ。どうでしょう。いや、まあ。ケンちゃんなら出るでしょ。出しましょう。なんなら俺3と8の間どうしましょう。マジか。それは狭いっすよ。大丈夫よ、このまんまでも3。3ありますよ。あ、まあいいけど、任せる。3このままでいいってことですか。いや、任せる。分からないもんだね。何セーフティーじゃん。何してくれてんの、あの人何してくれてんの。ちょっと3と8の間取ろうと思ったら。どういうこと。いや、でも一応いや、あります、取ってます。何番ですか。3番。あ、2番だよ。いや、あ、そういうこと。3に出そうとしたわけ。そういうことだよ。なんであそこ通さなきゃいけない。いや、なんか噛み合ってないと思ったのよ。ねえ、なんで言ってくれないんですか。いや、ちょっと逆切れだ。逆切れだし、ごめんなさい。だから大丈夫だけどね。なるほど。そうなの。全然。ごめんなさい。くんとごめんなさい。マジだね。今の1だね。1ですね。もう今のは1です。1だよね。え、今、俺とケンちゃんが 1？ タックンが 2？でも変な話で、僕にだって、ちょっと待って、僕に。まだ、さっきのあれ、俺のせいってなったら、俺にになりますけど。いや、さっきのは俺のせいです。あれはスクラッチしてる。よし。一回ちょっとね、もうちょっといいとこ行きたい。もうちょっと形ちゃんとしましょうか。ちゃんとしよう。ちゃんとしてない。これ来たんじゃない。やだ。いや、これはどうだ。どう。あるな。これでも4触っちゃダメですよね。あ、触ったらファールって言われると思う。あ、じゃなくて1当たってから。いや大丈夫でしょ。でも4なくなりますよ。あー、でも大丈夫よ、俺じゃないもん。次じゃあ、なんか俺2番でしょ。2番、多分自分分かった。これ止め位置がいいんだ多分ね。2番にさえ出してくれれば。4に触ったらいいか。止めに1、2、3ぐらい行っちゃってるよ。今これ2番やばい。これなんか彼はスクラッチをいざなう。これスクラッチしかないの。なんかスクラッチいざなう。昨日ついてのない。いや、なんか止まんないんだよな、申し訳ない。でもやっぱ黒子さんなら。うまー、天才がいた。天才来ましたよ、これ。ごめんなさい、すみません、助かりました。天才がいた。かっこいい。頼んだよ、タック。3番は多分入れれます。よし、ただケンちゃんは4番やってくれるから。いや、つきづらいよ。つきづらいね。いや、さっき俺助けてもらったんで、今度僕が。ごめんなさい。これ5に当たるかな。一番つきづらいところに来たな。なんでこの来ていたんだ。一番つきづらいところに来ちゃったな。ああ、ごめんなさい。言ったの。
僕2です。2。いやもう早く帰りたい。タックンもう今怪しいけどね。いや僕です。いや怪しい、確かに聞きづらい。わざわざ作り出す必要ないもんね。いやそう、でも僕もミスじゃない今の、うん、僕のミスだと思う。2人ミスあるんだこれ。半額しようか。 0.5 でしょ。いや俺ですよ完全に。書いてないと分かんないよね。分かんないよね。タックンはもうリーチでいいと思う。タックン俺 1.5 ですね、じゃあ。タックン 0.5 だね。まだミスしてないもんね、タックン。俺1。いやー、俺はどうだろう。いいんじゃないですか。3がない。もうある、ある、ある。え、撮ってますよ、これ。撮ってないの見えますけど。本当？全然撮ってない。撮って、え？あ、5が奥にあるな、ちょっと。いやー、微妙。じゃないんだよ、なさそうです。当てに行こうか。あ、そうか。当てないのか。そうだね。当てに行った方がいいですよね。ね。うまっ。うまっ。うまっ。大丈夫ですか、これで。パーフェクトですよ。あれ？これ完全1ですね。今のはミスっぽいな。今のミスだな。やばい、リーチ。パーフェクトって言ってたから。あれ 1.5 じゃないですか。いや、あ、2だ。2、2、2、リーチ。やばい、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 ちょっともう。ちょっと2だって。僕、ブレイク嫌だな、なんか。いや、でもさっきからいいですよ。本当ですか。ブレイク、実はそんな咎められない。スクラッチ以外咎められないから。スクラッチがずっと怖いんだよ。そうそう。どこからでもスクラッチできるから。やばいな、今のは。自分だったら100点いっちゃったんだよな。あ、やばい。いや、いい。あぶね。いい。助かった。助かった。やばいやばいやばい。超助かった。やばいやばいやばい。これがやばい。これ出せないよ、ビカロさん。3どこ？わかんない。え、3僕でしょ？まあ、とりあえず大丈夫よ。ストップぐらいで。ストップぐらいで。壊しに行って。入れとけば多分ミスって言われないと思うから。むずいな、これ4人かもしれない。たぶん、あれですよ、3号か3級か3号かですよ。あ、コンビに出すの？わかんない。3号ありそうだね。いや、でもこっちに、こっちに出すもんある。でも、いや、当てに行こうかなと思ったんだけど。当てに行ってもいいけど。当てに行ってもむずいもんね、確かに。3号か。ああ、何これ当たり。あるね、いいあるね、いいあるね、これ言えるだけで、ある、ある、セーフ、あるけど、危ない、あるけど、今のやってたらもうこれ、危ない、隠れてたらもうちょっとね、アウトです、罰ゲームになっちゃうわけですね、あるけど、もう言える自信が全然ない、うまい、素晴らしい、すげえ、危ねえ、怖いよ、すげえ。無事怖い、ごめんなさい。いや、ちょっと隠れるのだけはないなと思って、ね、ちょっと前に出ちゃった、ごめんなさい。隠れるだけはないなと。むずいね。めちゃくちゃむずい。俺、終わらない。どうする？終わんないよね。どうする？ここがいいですよね、でも、実際。あ、でもこっち、取ってる。そっちがいいですか？あ、どっちでもどっちでも。あの、俺がミスしないとこに。どこなの？終わらないね、しかしね。これはね、意外と長くなる、長くなりそうね。ダブルスにしちゃった方がいいのかね。そうなんだ。うまっ、強い。あ、でも逆にいいんじゃないですか。あ、ラッキー、ごめんなさい、強かった。まあ、まあ、これでも出そうだね。うん、これが良かったんだ。正解の今のだ。ちょっと逆振りは嫌だ。逆振りは嫌だ。いや、逆ってもう順で、これがもう順だから。そんな弾くの？そんな弾くの？この厚いところ。いやいやいや、これはもう、これでもやだ、俺9番やだ。俺9番やだ、僕はこの6番やだ。だから諦めろ、もういいよ、終わって。なんでこっちやん。え？タック今 1.5？ 1.5。1.5、0.5。0.5 か。1.5？ 0.5 だ、結構しっかりしてる。俺 1.5 です。あー、ずれたー。いや、今ミスか。今ミスじゃない、俺のミスじゃない。え、これで何 2.5 1.5 1.5 1.5
終わらないね。終わらないですね。すぐ終わるゲーム。俺もすぐ終わると思ったんだけどね。だから、もうちゃんと、マサリブレイクしますわ。マサリブレイクしてよと。デスクラって絶対ないもん。わからない。減らそうかな。わからないもんだ。あるもんなんだね。難しいですね。難しいね。すげえ。ダイナマイトブレイクだよ。ダメダメです。ダイナマイトブレイク。ああ、これ6歳なかったらおもろかったのにな。これはでも多分とがめられないだろう。これは多分これ全員とがめられないですよね。そう、これは大丈夫。ここにもコンビ入ったらヒーロー。そう、ヒーロー。なしなしですなしです。しかし無理。終わらないね。やっぱりこれどうしようね。普通のブレイク、普通っていうかマスワリブレイク、マスワリブレイクの方がいいですかね。いや、これはもう終わらないんだよ。どうしようどうしよう。一回。二人はね時間がなくなってきてね焦ってる。僕は時間まだある。あるねまだね。終わらない。これは何？ノーインか。え、一回二人でやってみる？なんで？二人でやる？俺もうリーチだし。ちょっと何？どういうこと？一回罰ゲームなしで二人でちょっと。二人でやったらどんなもんか。どんなもんか。たくんどっちがいいですか？そのマス割り的なブレイクを狙うか罰か。だからあのミスなしミス関係なくちょっと一回マス割りを。マスだよ。さあ全然マスが出ないんで二人にしました。全然終わる気配がないんでね。やっぱいいブレイクですね。つく回数が多くなればね、きっと変わることもあると思うんでね。これあるんじゃないですか。これある。3回に1回回ってくるよりも2回に1回回ってきた方がチャンスありますからね。いろんなチャンスがありますからね。さあ。いやー、穴がちっちゃい。穴がちっちゃいでございます。さあ、もう20分とかってますよ。とりあえず2人で。とりあえず2人で行きましょう。もうストライクとかでもいいんじゃないだけど。じゃあ2人でまず何回出せるかですね。何回目で出せるか。はいはいはい。パッパッパッとやって。パッパッパッとやって。バツンブレイクでいいですか。バツンブレイクでいっちゃいますよ。すごいブレイクですよ。これ、おっと、これはできたでしょう。これはいいんじゃないでしょうか。あ、6、8はちょっと難しい。でも6取ってるからこっちに。そうですね。そう、4に出せれば。そう。おお。なるほど。なるほど、なるほど。ベタで誰も言ってたこれ。ベタで。なんで前行っちゃうんだろう。なんで前行っちゃうんだろう。なんで前行っちゃうんだろう。バンク。ビビってんだな。ビビってる。そこがつけてない。そこがつけてない。思ってるところ。ああ、なるほどですね。うまっ。うまい。ありがとう、タイトン。すいませんでした。すげえ。ちょっと頑張りますよ。なんじゃそりゃ。手玉は全然知らないです。あ、手玉知らない。さすがです。いやー。なんで？やだー。出るのかい君たち。出ないんじゃないの？出ないのかい？出ないんじゃないですか、これは。玉付け下手だなー。下手じゃないよ。ケンちゃんは下手じゃない。このチャンネルがいけないんだ。そう。このチャンネルがダメだ。このチャンネルはダメなチャンネル。このチャンネルほどいいチャンネルないっすよ。いやいやいや、ダメなチャンネルだよ。ひどいチャンネルだよ。もういい。おっと、どうだ。すごい。これは俺。これはいけんじゃないか。いやでも難しい。切り出しが難しい。私なんかこんなんいるだけですもんね。なんでこの人来てきたんだ。いやー、ナイスショット。
ゃあ弱いな。わすごいとこ出してきてる。高天才。すごいとこ出してきてる。来ましたよ、これ。これは行かなきゃダメですね、俺ら。これは取りたい。さあ来た。さあ来た来た。来ましたね。来ました。もう本当に。おっとどうだ、ちょっと強いような感じもするけど、転がってる転がってる。ただ強いわ。俺もコンディションがわからない。コンディションがわからないって言いました。いや、ここはだから頑張れば。頑張れ、たっくん。ケンちゃんは悩んでおります。悩んでますね、下手だ。ケンちゃんは下手じゃない。俺は下手じゃない。ケンちゃんは下手じゃない。タックも下手じゃない。タックも下手じゃない。だからタックは入れる。タックも入れる。入れなかったら、叩き。暴力は入れられないよ。つけないよ。そう言われたらつけないよね。そう言われたらつけないよね。どんな風に叩かれるんだろうと思ったけど。そう言われたらつけない。つけないよね。すごいタックンかっこいい。いやだ、当たらないと思った。これはいけんじゃないですか。こんなん入れるだけでしょ。はい。おー、すごい。うわ、どうだ。いやー、来たでしょ。来たー。うわ、いやー、ストレージがいっぱいでしたね。まさかのここで中断、一時中断。え、その後のキューブ入る、これ。これ入れなかったら、しっかり叩きます。しっかり、しっかり。ナイスー、よいしょー。すごい、さすがですね。いや、出ましたね、マスワリ。出ましたね、出ないんじゃないかと思ってましたけど、耐えれますね。時間かかりましたね。時間かかりましたね。かかりましたよ。じゃあ、あれにしない。何ですか。罰ゲームをかけて、センターショットをドロー。やだ、ね、やだ。ドロー引いて、そう、引いてスクラッチでき、先にできた方、先にできた、最後までできなかった人が終わりみたいな。いや、僕できないと思うな。やりましょう。やりましょうか。緊張するな。緊張しますね。罰ゲームかかってますからね。負けたら罰ゲーム。罰ゲームって嫌いなんだよな。たっくん、なんか、19歳の女の子の額に肉って書いてありますよ。最低です。最低ですよ。人として。ストップショット。全然こんなの聞かないのかなと思ったら。ストップショットだよ、ストップショット。そっちからの画角がいいみたいなんで、あっちからですか。おっと、外れましたよ。あれ、引けてない。引けてないですね。第2回戦。あ、しっかりつかなきゃいけないんだ。え、ケンちゃんが結構うちのチャンネル見てくれてる。見てますよ。嬉しいね。面白い。なんか、いろんなメンバーが。はい。入ってるんだけどね。プレッシャーかな。全然引けないのよ。プレッシャーかな。難しいですね。でも引っかかりにくいですね、ここ。そうですね。いや、むずい、むずい、ね、重力とかかね、むずいな。坂になってるのに、ほら、俺全然これ届いてるイメージですね。ちょっと引けないのかね、この店はね。ちょっと重たいですね。重たいね。何が重たいんだろうね。やっぱり馬車、玉な、何ですかね、馬車ですかね。車が重たい。もしくは気持ちが重たい。気持ち悪いですよ。なんか急ミスしましたね。これやばい、タップが大丈夫か。よし。危ない。もう終わんないよ。終わんない、どうします。大丈夫かい。もう次できなかったらもう、だって2ポイントも出てないよ、君たち。その次、あれですよ、その2人が時間ないからって、その企画を早く終わらせようとするのよくないですよ。最後やりきりましょうよ。そうですね。ねえ。そうですね。いやー、大変だよ。もう、すごい、緊張してる。面白い。面白いですね。面白い。だって、引
弾けるイメージないもん僕ね、マジで引き玉できないもんね。できない。引き玉ができない。俺なんか急にする。俺もバグってる。バグってるね。なんでだ。どうしたんだみんな。どうしたんだ二人とも。え？いつもの君たちっぽくないじゃないか。何ミスがあってんの。大丈夫かい？スター二人がねえ。回ってるんです。でもそんな弾けない感じではないですけどね。っていうのは何ですか、ラシャルですか。なんかさっき3つ出たからなんかそのプッシュは全然感じなかった。あ、そうなんですね。あ、でも、弾き玉をやってないんじゃないですかね、多分。なるほどね。さっきだから俺なんか止まると思ったらちょっと前行ったのとか、そういうことだ。そういうことですよ。どういうことそういうことですか。うわ、すごい。これでもこんだけなんだ。ちょっと2球ずついきますね。2球ずついきましょうか、はい、感覚をね、はい、感覚をつかむためにもね、はい、感覚つかんだら弾けるんですか。あれは感覚つかんだらもういけますよ。彼はスターですか。なるほど。ケンちゃん、ケンちゃんに球技は結構ある方なんですよ。ケンちゃんにできないかってないんだ。おお、どうだ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 。これでもダメだ。球技確かにブレイク早い人球技あるって言いますもんね。そうね。結構重たいですよ。何が重たいんだい。やったなこれ。え、何が重たいですか。荷が重いっすね。荷が重い。荷が重い。荷が重い。ちょっとやりましょうよ。荷が重い。荷が重い。そんなに弾けないって僕。タックはあんまり弾けるイメージない。おお、どうだ。いやー、なんかもう止まってるもんね、この辺で。止まってるね。すごい、でも本当、むずいっすね、ちょっと待って。あ、なんか火がついてる。これどうなんですか、どっちなんですか、これ。火がついてる。マックス、火がついてるよ。あれ企画変わってない、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、ごめんなさい。弾けないでしょ。なんで弾けないんだろう。なんで弾けないんだい。一応、これ本当にやるかい。なんですか。うちのチャンネル見てんのかい。わかんないです。見てないのもありますよ。見てないのもあるかい。え、でもこれはね、うん、恒例だよね。恒例だよ。これはこれ、わあ、惜しい。惜しい。いや、よく弾けるな、そこまで。これ恒例のやつ。恒例なんですか。はい、じゃあ俺そのドロー、まっすぐドローは見てない。見てない。まっすぐドローの動画見てますけどね、僕。あ、本当ですか。これは大体コラボすると大体やるよね。やりますね。コラボのやつって見てないのがあります。メトロノームとか見ましたよ。メトロノームとか見た。そう。でも見てないの。全部はね、やっぱ見れてない。そうですよね。ダメだ。これは、あれですよね。ちなみに恒例なんですか。恒例ですよ。もう、見てる詐欺まであるんじゃないかってぐらい恒例ですよ。本当ですか。はい。じゃあ見てない。いや、ダメだ。じゃあ見てない。いや、見てますよ。だってあんた、ケンちゃんがこんな弾けないのよ。いや、本当に何かあるんですか。何かおかしいん。何かやってるの。何かやってるって。何かやってるとしか思えない。ケンちゃんがこんな弾けないんだよ。何、ここはそういう台。ここはそういう台、そういう台かな。何気づいたぞ。やっと今気づいたぞ。やっとか。やっと気づいたよ。遅いね。こんなにかかるとは思わなかった。そうだね。40分ぐらいかかったんじゃないか。本当に普通にもね、3人でマス割りしたかったんだけど。本当に。しかもさ、2人でマス割り出ちゃうし。出ちゃうし。全然気づいてない。もう一生懸命だから。いやー、そうね。一生懸命すぎて。引っかかったね。いやー、引っかかったね。いや、だからやっぱ、ついてるんですよ、あの玉を。そうだね、ついたことあるからね。ついたこと。いやー、すごい。すごい、いや、弾けるのがすごい。いや、すごい。いや、すごい。いや、持ってる弾かの人だ、今の。すごい。でかい玉は、スリークッションで慣れてるんですよ。スリークッションの玉なんでね、今のは。そうそうそう。で、違和感ないんですよ。そうだね。でも、この企画に参加できて、嬉しい。しかも全然気づかなかったでしょ。気づかなかったね。嬉しい。
なるほど、だからね、見てるのが詐欺で。そう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 。俺こんなの絶対気づくだろうと思ってたんですよ。そうでしょ、見てて。そうでしょ、気づかないもんですね。そう、実際気づかない。そう、ラッシャー家だから重いと思ってた。そうでしょ。しかもさ、これ結構僕の中では、うん、弾入れんの振りある弾難しくなるんですけど、うん、普通に入れてますね。入れてたね。どこからどこから。いや、最初から最初から。マジ?3人でついてる。それだけかな。あれから全部。だからブレイクあんな良かったんだ。そうそうそう、弾が重いから。そう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 、パタモンって。俺今日ブレイク調子いいなぁとか思ってた。恥ずしい。あんなに調子乗って、ドンがいいですから。いやいやいや。今日ドンいけるぜみたいな。で、心が痛んでる途中で。だって見てない詐欺とか言われて、ちょっとショックでしたもん。どうしようと思ったもん。じゃあ本当秒で気づくかと思ったからね。いや本当に。そう、だから3人でやってみて、まず。罰ゲームは。できるだけ気づかれないように。プレッシャーかけて。やりすぎましたでしょ。よかったのが、あっちで戦って負けたでしょ、はいはいはい、俺今日良くないなってちょっと正直へこんでたんですよ。なるほどなんとか頑張って一生懸命やろうっていうのがあ全部自分のせいにしてたから俺が下手偉い偉いあ言うからだ言ったからそうそうそうでそうすると周り関係なくなるからね、うん、だから引けた引ける確かに頑張る引けるじゃん最初から球大きいから引けるもう絶対引けねえもんと思ってなるほどねそうそうなんかねコンディションじゃない僕の球技だと引けないんですよ、あいつは。あれはね。あの球は。だからどんなものでも対応していけと。対応していけと。目の前のこと一生懸命やれって今日。うわー、素晴らしい。まあ、それなりにね、手玉の切り見事成功でした。成功しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいね。お願いします。お願いします。さよなら。さよなら。